こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今回は日本のお風呂についてお話をしたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。オンラインレッスンもしています。それでは、どうぞ。まず、日本はお風呂とトイレが分かれていることが多いです。ここはトイレです。トイレはこんな感じになっています。一つの部屋にトイレがあることが多いです。私の家はここがトイレです。そしてお風呂はその前にあるここです。このドアを開くとこんな感じになっています。ドアを開けてすぐのところにお風呂のドアがあります。ここがお風呂なんですが、お風呂の前にあるこの部屋を脱衣所と言います。お風呂に入る前には、ここで服を脱ぎます。服を脱ぐ場所を脱衣所と言います。脱衣所には、このように洗面台があります。これを洗面台と言います。朝、ここで顔を洗ったり、歯を磨いたりする場所です。顔を洗ったり、歯を磨いたりする場所なので、化粧水や歯磨きなどが置いてあります。そして脱衣所によくあるのが洗濯機です。脱衣所に洗濯機があることが多いです。ここで服を脱いで洗濯機に入れて洗濯をする過程が多いと思います。日本人は夜にお風呂に入ることが多いです。私も夜にお風呂に入ります。そして朝、私は洗濯をするので、服を脱いだら、ここに服を入れて、朝洗濯をするときに服を洗濯機に入れます。では、お風呂場の紹介をしたいと思います。日本のお風呂にあるのがこれ。これはバスタブまたは浴槽と言います。湯船とも言います。日本人はお風呂に入るのが大好きなので、家には必ずバスタブがあります。そしてバスタブの横にはシャワーもあります。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープです。シャンプー、これうまく閉まらなくて今こんな状態なんですが、そしてここには、これが旦那のシャンプーです。これは私のシャンプーとコンディショナー。そしてこれは私と旦那が二人で使うボディーソープです。あとは洗顔フォームですね。顔を洗うための石鹸です。これは顔の角質を取るものです。顔には毛穴というちょっと小さい穴があります。その穴に汚れがたくさんあるので、それを落とすものがこれです。洗顔をした後にこれでもっと汚れを落とすと顔がきれいになります。そして、あと鏡ですね。お風呂には鏡があることも多いです。あとは、これは掃除道具ですね。お風呂を洗うための掃除道具と、顔を洗うときに使うネットです。この洗顔フォームを
このネットで泡立てます。これに水と洗顔フォームをつけて、こうやって、ぐちゅぐちゅぐちゅってやると、泡になります。泡で顔を洗うと、とてもいいと言われています。その横にあるこれが、ボディータオルです。体を洗うためのタオルです。これも掃除道具ですね。水がこういうところに溜まっていると汚くなるので、水が溜まっていたらこうやってここに水を流します。そして水が流れるこれ、これを排水口と言います。これは給湯器です。運転を押すと電気がつきます。これがお湯の温度。これがお風呂の温度です。この風呂自動をピッと押すと、バスタブのここからお湯が出てきます。バスタブにお湯を溜めたいときには、栓をします。これを栓と言います。栓をして、風呂自動をピッと押すと、ここからお湯が出てきます。そして、このお風呂の39度まで温めてくれます。バスタブに入っているお湯が、冷めてしまった時には、この追い炊きを押すと、また39度まで温めてくれます。この呼び出しというのは、これを押すと、お風呂の外にいる人に知らせてくれます。お風呂で体調が悪くなってしまった時とかに押すと、お風呂の外にいる人に、知らせて助けを求めることができます。こっちはシャワーなどのお湯の温度です。実はこの給湯器はお風呂場だけではありません。キッチンにも給湯器があります。ちょっと形は違いますが、このキッチンと向こうの給湯器が同じ動きをしてくれます。お風呂で風呂自動を押してもいいし、ここで風呂自動を押してもお風呂にお湯を入れてくれます。ただ、栓をしないとお風呂にお湯がたまらないので、お風呂場で栓をしてからじゃなければ、風呂自動を押すことができませんけどね。今日はお風呂の日本語をお話ししました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。